おいおいおい、待て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 、おい、待て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 、おい、全然違うじゃないか。待って、全然違う。こんな初めて見たぞ、こんな格好。全然待ってないですよ。私も今来たばかりです。ああ、ときめきのマックスになったらこうなるんや。遅刻びっしてくりもした。私は待っていますから。これ絶対魔法じゃん。おっぱい隠してるもん。今日はそういうことが多いです。これ美穂だったらびっくりするわ。カラオケってうのわ、が分かり続きやますいね。な、お前。何か飲みませんか？はい、トマトジュース確定。もう覚えてるよ。もう次の選択肢すら覚えてるからな、私。やりすぎだよ、俺。トマトジュースだな。私もそれにします。たまもうにバレて飲むるかと美ら。味しもういそんなでにすおっよぱいでかね。くて、目片目、ね、閉じちゃったら、もうバレてるから。いやー、でも嬉しいな。こんなに頑張って、なんでかよかっ報われるのは嬉しいた。すっな。ごく楽しかったです。また誘ってくださいね。ついでにじこゃのあ、真帆の攻略方法としては、もう最初から真帆をずっと狙い続ける感じやな。1年半ぐらいな。ずっと、ロード&ロードじゃない、セーブ&ロードをずっと繰り返してな。マジで、きつかったわ。きつかったですわ。で、運動が全然ないけど大丈夫かな、これ。最後ね、なんかね、匠じゃなくて、純と戦いそうな気がするんだよな、確か。で、クリスマスのイベント見てないからな。R2 ずーっと押しちゃったから。来たー、やったぜー、来たぜ、来たぜ、来たぜー。今回海に来てまーす。もうエンディングとは何だったのかっていうね。イベントとか関係ない。もう出ること自体待ってでないもうです嬉よ。しいもんね。遅刻しても私。おい、優しい。どんな時でも入れると気持ちがいいね。何かいいことが起こりそうだ。気がするよ。とっても気持やったぜー、まゆちゃん。お待たせです。こいつはね、今作、2番目でバストがでかいらしいっすよ。うおー、すごいぜーって。もう、あれ、もう言葉がすごいな。そんなじろじろ見ない。そんな男としては見ないわけにはいかないぜ。そうですか。どう？セクシー？ですか？すごいな、美穂ちゃん。モテモテだー。 やべ、すまんだけど。おい、モテモテなの分かったじゃん。モテモテなの分かったじゃん。おい、ほら、右のさ、ところにさ、ボタンが出ねえじゃん。お、来た来た来た。それにしても、美穂ちゃんがこんなにすごいことは思わなかったぜ。思ってもなかったぜ。だから、進まねえよ。 どうした？おい、どうした？おい、おーい、おーい。もう次の文章に進まんもん。おい、あ、それにしても、この野郎ども。こらこら、下がれ、下がれ。美穂ちゃん、逃げよう。早くこっちだ。ふう、もう大丈夫かな？大丈夫？美穂ちゃん。ありがとう。さっきとってもかっこよかった。そうかな？ええー、してよかった。すっごく楽しかったです。めっちゃへまそ出たしとう誘ってやん、くこだれ。さ大い丈夫？ね。めっちゃへそ出してる。スタイル抜群やな。ボンキュボンやん。完全に。完全に。じゃあ一緒に帰りましょう。やったぜ。あとイベントといったら、主なイベントって、これと次のイベントぐらいなんですよね。なので、次のイベントまでカットします。よし、最後のバレンタインデー、こっからもうストップ、ノーストップでいくなんぜ。かわかります。よありし、がとうご今、ざいます。白雪美穂ちゃんかな。お姉ちゃんの方はおそらく、ときめきのマックスじゃない。そして、ほら、来た。来た、絶対来ると思った。これね、真帆ちゃん、妹の方が確実にマックスだね。チョコ。それは失敗。
まあこの辺はね、まあ、別にいいとして今14日で次誕生日があるんですけど、その誕生日にイベントがあるはずなんですよ。そのイベントがなければ、また最初からというね、また5、6時間、3、4時間ぐらいかけてやらないといけないんですが、さあどうなのかな。うん、いやでもね、いけると思うんだよ。もうノーストップでいけるはずなんだよ。もう卒業式が3月だから、このままノーストップでもそんなに時間かからないんで、もうそのままね、俺のね、このもう丸一日休みを潰したね、この集大成をね、もう見せつけてやろうかなと思っております。これ大学で就職か、大学行ったんか、頭超悪いんでね、三流に行ってます。 OK、まあ、これはねどうでもいいとして、早く2月24だったかな、イベントがある日が。あ、待てよ、わー、デート行けばよかったかな。デート行けば直接美穂ちゃんにその誕生日プレゼントをあげれるイベントができるようになるんですけど、あ、まあいいかいいよ。多分イベントがあるはずなんだよ、そんなことをしなくても。そういえば今日は美穂ちゃんの誕生日だったな、プレゼントあげる。タロットカード、大丈夫かな、めっちゃ不安ないんやけど。ん、最初に何もない。あ、なんだか会える予感がしてた。美穂ちゃん、今日は誕生日だろ、これ誕生日プレゼント。こんなところで立ち話。お、来るか。いらっしゃい、これが私の部屋です。あれ、コフト、かわいい部屋だね。想像通りだよ、美穂ちゃんらしいや。私らしいですか。そうだな、美穂ちゃんのイメージは、うん、難しいな。あれ、何の音だ。ちょっと待ってて、ください。すいません、ケーキを焼いてたのあれ、オーブンの音なの。年代物なんです。え、へー、そうなんだ。そうなんです。さっきの話の続き。美穂ちゃんのイメージだっけ。美穂ちゃんのイメージはまただ。なんだろう。ちょっと待ってください。ごめんなさい、コーヒーメーカーが破裂して。え、コーヒーメーカーが破裂、大丈夫、怪我は大丈夫すげえ。粗悪品だったのよ、騙されたって感じ。ひどい話だな。俺が抗議の電話をしてやる。いいの。また今度はなんだ。ちょっとごめんなさい。何、今度は何が壊れたの。サービスセンターに電話した方がいいんじゃないボケか、こいつは。これから何があってもびっくりしないでください。一体何があるんだろう。さっきよりドキドキしてきたぞ。びっくりしないでくださいね。念を押さなくても大丈夫です。それよりごめんなさい、今まで騙してて。私たち双子なの。なんだと。知ってたけど。私が真帆。びっくりするよ。いやー、これ攻略サイト見らんでやった人は天才やと思うね。あれ、なんか様子が変だぞみたいな。双子だったんだ。言われてみれば納得するところがいろいろあるな。美穂ちゃんと真帆ちゃんが。俺がどっちが好きな子は、俺が好きな子はどっちなんだ。真帆ちゃんだよ。やった、見れた、やった、超嬉しい。俺はこれが見たかったんだ、自分の手で。やったで、そのまま卒業式やな。ディスクやな。もうね、ディスクのね、裏面がね、ちょっとね、ゲームやりすぎてやばいんだよな。あ、その前に誕生日か。はい、これはどっちでしょう。これはね、真帆ちゃんだな。胸がでかいな。これは真帆だな。今日は
何の日でしょうか。あー、魔法だね。うん、そういえば俺の誕生日だけど他に何かあったかな。忘れてるの。うえーい、本当っていう。じゃあ改めて。うえーい、終わったー。もうエンディング見らんでもいい感じやな。見るけどな。よしよしよし、よっしゃー、マジで超嬉しいんだけど。俺の一日、もう試練とかやってる暇なんてねえよ、バカ野郎。やったぜ、クリア。やっとクリアした。やっとクリアだ。終わる。もう、L2 というね、新たなこの必殺技をね、身につけたおかげでね、まあね、1時間、いや、30分くらいは早くなったから、来たー。え？お前誰だよ。伊集院家の、三原作之進でございます。は？何やお前は。伊集院さんはここにいないけど。いいえ、実はあなた様に用がございました。え、俺に。実はあなた様のことが。やめるのだ作之進。は？メイソン。所詮それは報われぬ恋なのだ。お前の気持ちは分かる。うちの作之進が失礼したのだ。今日のこと。いいけど。さあ作之進、もう。はい。それでは失礼いたします。なんやこいつは。では失礼するのだ。びっくりした。しかし、三原さんって一体。え、エンディング変わる。あ、まずこのエンディングか。まずこれ全部ぶっ飛ばして、ここのな、あのエンディングのこの丸をしたらこう文字だけを先に進めるっていうのはちょっとやめてほしいな。危ねえ、行き過ぎよった。危ねえ、もう完全にアウトやったけど。多分手紙が置いてて、ま、ここで待ってますみたいなね。手紙だったと思うんだけど、めっちゃ動くー。は、白雪さん。来てくれたんだ。こんなところに呼び出してごめんね。びっくりしたでしょう。うん、ちょっとね。それで何の用かな。とか制服が違う。あのね、どうしても卒業前に言っておきたいことがあって。ほら、私と姉さん入れ替わってたじゃない。あれね、なんていうか、初めは入れ替わることが面白かったの。私の中じゃ流行みたいな感じだったの。でもそれがだんだん変わってきたの。姉さんが羨ましくなってきたの。え？だって近くにいられるから。ん？できることなら本当に姉さんと入れ替わりたかった。響きの方向が羨ましかった。転校しようかって思ったこともあるの。けどもしあなたに私が入れ替わってることがバレちゃったら、私嫌われちゃうと思ってた。そんな、全然そんなことなかったよね。あの時すごく嬉しかった。それにきらめき高校に通っててよかったって初めて思ったの。どうして。それはね、もし私が初めから響きのにいたら、あなたと会えなかったかもしれないから。白雪さん、それって。待って、
きらめき高校の伝説知ってる？うん、卒業の日に校舎の外れにある大きな木の下で女の子から告白して生まれたカップルは永遠に幸せになれる。あなたのことが好きです。やっぱりダメだよね、私みたいなずるい女の子なんて。白雪さん、いや真帆ちゃん、俺も真帆ちゃんのこと好きだよ。本当？ああ、本当だよ。やっぱり私ってずるいね。そうだね。もう返してよ。ごめん。ごめんって。いいけどね。さあ、今までの分を取り返そう。今までの分取り返す？そう、姉さんのふりしてて教えてあげられなかった私のこと、これからゆっくりね。うん。こうして俺の高校生活3年は幕を閉じた。やったぜ。この多分の木の下のやつはおそらく前作の高校 のエンディングを使ってると思うんですよね。下で告白すれば、そのカップルは永遠と結ばれるみたいな、そういうやつだと思うんだけど、やった、やっとクリアした。本当にきつかったわ。あー、多分ね、本当ね、このまゆちゃんをね、エンディング本当見られなかった人とか、もう頑張っても見れなかった人と、もうね、ぜひね、自分でやってほしいな。これはね、めっちゃ苦労する。めっちゃ苦労する。多分ね、このルートだけで、20時間はね、間違いなく使ったと思う。まあ何回も爆発したしな。なんか、動画とか見ながら、こう、攻略をしていくと、爆弾に全然気づかなくて、しかもセーブもしてなくて、で隣見たら、あ、爆発してるみたいな、ドカシムチョンプトプトンみたいな音が鳴ってるみたいなね、そういうことがあったからね、めっちゃ苦労したというところで、今回はここまでにしたいと思います。次回はみほちゃんのねエンディングを見たいと思いますので、次回ご期待くださいませ。ということで今回はここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃねー。お、最後1枚目あるの忘れとったわ。やったー。あー、疲れたー。マジ疲れた、マジ疲れたぞ。アルバム、これアルバムは見た方がいいのかな。初デート、デート。ここら辺だってあれだろ。美穂だろ。あ、真帆だ。もう俺写真一発で分かるようになったからな。これも美穂だろ。あ、真帆だ。おう、全部真帆か。すごいね。あー、マホマホマホ。あー、ここら辺ちょっと画像が汚くてわからんな。ゲームセンター、ブティックもね、ここら辺は全部あれ。あー、この海水浴はさすがにわかんねえんだよな、俺。あー、でもここの2つはマホっぽいな。もう全然みんなわかんないと思うんですけど、俺はわかるからな。あー、これ元旦ね。これ完全に、こっからね、完全に真帆っていうのが分かるようになったんだよな。セクシーだからセクシー。ああ、ファーストフード店も行ったな。行った行ったわ。これちょっと撮ってないけど。あ、で最後な。本命チョコ。で終わり。これ真帆エンディングになるんかな、そしたら。アルバム OK。これで名前が見せてくれないなんてひどいよ。待てよ、ちょっとおまけいくからな。おまけ
おまけのところに来てるけど、動画内では。おまけ。アルバム。お、魔法になってる。いいね。そしてエンディングトークかな。あったあった。あ、じゃあエンディングトークじゃないか。これはね、最後に見せようと思うんでね。この辺は無視して。あったあった。お、魔法来た。あ、ここの3つがあれか。あれだな。隠し要素か。隠しのキャラで。で、これがメインのやつか。この1個なんだろう。なんかね、聞いた話だとね、シンバットがあるっていう話を聞いたんだよな。これもやってみたいけどな。というところで、今回はここまでだな。またね、これ動画をね、また卑怯なね、やり方でね、このもう動画をね、一つ一つこれ上げていこうかな、みたいなね。いや、まとめ集で作った方がいいかな。そこら辺はちょっとツイッターで、やろうかな。じゃあ、今日はここまでです。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。